見れば見るほどです。はい、さて世の中いろいろ動きがありますけども、でもやっぱりその中心に政治がきちんとしてるかしてないかということにまあ尽きると思いますけれどもね、はい、そんな中で安倍さんがということで動物奇想天ぷらさんからもいただいておりますけれどもね、安倍総理が所信表明演説で日本は危機的な状況にあると強調し、危機を突破して誇りと自信を取り戻そうと訴えましたということでね、額に汗して働けば必ず報われ、未来に夢と希望を抱くことができる、真っ当な社会を築いていこうではありませんかと、まあ、こういうようなことをというずっとこうとうとうとこの方がね、はい、述べていただいております。 A69 助さんからもいただいておりました。ゴジラ対バイアグラ、どういう戦いなのかよ分かりませんですけどもね。ボトルが思い出さんからも、なっちゃんのママさんからもいただいておりました、うん、安倍飲み食いさんからいただいております。安倍飲み食いして、安倍飲み食いみたいなもんですね、はい、全然違います、はい、全然飲み食いして経済を活性化させる、活性化させるんですね、はい、まあ、とにかくその所信表明演説、首相は日本経済の危機、復興の危機、外交安全保障の危機、教育の危機の4点を挙げたのをはじめ、演説中に危機の言葉が14回出てきたということですね、はい、うん、さらには私はかつて職を辞した人間だ、再び我が身を、捧げんとする決意の源は深き憂国の念にある。危機突破は与野党の別を問わず全ての国会議員が負うべき責任だと、まあ、こう訴えたということですね、はい、うん、さらにはこの最大の危機は日本人が自信を失ったことと指摘して、戦後芦田仁元首相が将来、を憂う若者をどうなるか問うのではなく、自身の手で運命を開拓という、そういう諭した言葉を引用して危機を突破する覚悟を分かち合おうと国民に呼びかけたということですね、はい、うん、まあ、私も人のことは言えないんですが、平和ボケとなって自分自身で運命の開拓を怠り、人任せにしつつあります。政治を批判するのは簡単ですが、その先生方を選んでいるのは私たちであり、大人たちが自ら運命を開拓する意識を持っておらず、それが若者に伝染しているのではないかと思いますということでね、うん、それはもうみんないろいろ考えるところはね、こういうところだと思います、はい、まあ、あの人任せにしてということですが、その任せ方というのがこれ一票やと思うんです、うん、まあ、みんな役割分担ですからね、そう僕らが毎日国防やらですね、はい、領土問題やらっていうのは、うん、そう毎日日常で考えては いかへんですもんね、はい、うん、それから今の自動車産業はどうやろって、僕の立場で自動車のあの部品のところの制度がとか言ってても、うん、これはしょうがない役割分担、みんな自動車を作る人、はい、国を守る人、うん、国防の関係の人、いろんな人がいて、私は私の立場でこうやっていくわけです、はい、でもじゃあ他のことはどうやとなったら、これを人に託す、政治家さんに頼みましたよというのが一票ですから、はい、その一票には気持ちがこもってないとそれはあかんですもんね、うん、うん、これはもう社会契約説です。何も人を私は裁くんやった、裁く権利を国に預けてあんたはあんたの仕事しましょうと、はい、俺ピストル持って身を守る、それは警察に任せましょう、はい、それは役割分担、はい、社会契約説ですからね、はい、人に任せていいんです、うん、任せ方の気持ちの問題ということですね、はい、虹色エボシさん、先が見える住みよい日本をお願いいたしますよということです。から坪井パートカラーさんからもいただいております。坪井さん、安倍カラーを出してないと不評の所信演説、所信表明ですけれども、私良かったんじゃないかと思います。わざわざ野党に突っ込みどころを与えることを言わなくてもいいですよね。まずまずの演説だったと思いますよ。 Y 亀吉さんは、こちらの方は Y 亀吉さん、今回は演説中のヤジが非常に少なかったように思いました。そのことは良かったんですが、野党に元気がないのが寂しい気をいたしましたということですね、うん、まあ、あの無難にずっとまとめたんで、ちょっとでもおかしいとわーっとそれヤジが来るでしょうけども、はい、無難にまとめたということの表れかもわかりませんし、うん、自民党が今与党になりましたから、はい、で、あのちょっとヤジが少ないなということは、今までヤジ言ってたのは自民党がわわわわと言ってたのかもわかりませんし、それはようわからんですね。だから、あの、ヤジ人は野党にもいるけど、今ちょっと野党が元気なくなってしまう。今までほら、与党だった人たちが今度野党になりましたから、ヤジ飛ばしにくい
ていう。ほら、やじ飛ばしたら、あんた、この間までそれ、言われとった立ち上がれがって言われると、ちょっと言いづらいっていうのもあるかもしれないし。はい。それな。もう、やじはでも棚に上げて言ってますよ、みんな。そういうものは。なあ、はい、誰が言ったか分からへんもん、与党か野党か。うん、まあ、与党はあんまりそう言わへんわな、自分。言うだけ言ってできるのかとかって今、言えんかも。これあれ、あれじゃないですか。俺たち同じようなこと言ってんな。それは俺たちと同じようになるぞ。それ自分の首絞めてるやつですから、なかなか言えないですね。難しいかな。はい。エリチジミさんからもいただいております。非常にコンパクトで良かったと思いますよ。文字数にして4700字。うん、数えたかな。数えてます ね、うん。文字数。はい。よくこのね、政治家さんと文字数いうのがあるみたいで、だからたくさん文字数が多いということは情報量が多いということですよね、はい、伝える発信の内容が多いということで、僕なんでこんな覚えてるかというとね、早く喋る人とゆっくり喋る人いますよね、はい、文字数変わってきますね、はい、僕らの記憶にあるのは大平さん、はい、この大平さんもうその大平さん不思議な話で、あの人は全然伝えてないだろうなと思ってたら、まあ、字数数えた人がいて、前の大臣と何にも、字数は変わってないいうのがあってね。でもそれって、その、まあそのも字数に入ってるんですか、これまあそのは田中首相ですけどもね。大平さんは、あーうーでしたね。あーうーは字数に入ってるの。あーうーは1文字。あーうー1文字。横棒は ?2 文字。それ入ってないって。それは、文字数、情報量変わってくるよ。それはいっぺんあれですけども、はい、ほとんど変わらないいう話を聞いたことが。情報量として。はい。そうなんだ。だ意外に私らみたいなこんな喋りがですね、うん、文字数多いけど内容あらへんな、いうことにつながっているかも。文字数イコール情報じゃないですからね、余計なことばっかり言って情報ちゃうやん、いうもんも。最近のラップだって、文字数むちゃくちゃ多いですけども、はい、この間の小高さんじゃないですけども、韻を踏むためにわざわざこの言葉持ってきて、それでそれ繰り返していうことやから、はい、音的にはよう考えられてますが、内容的には薄いかもしれないというのは、最近のラップ傾向ですよね。はい。はい、ねえ。ということです。ハムソーセ、初音ミクのやつはむちゃくちゃ文字数多いですよ。どんなでしたっけ？めっちゃめちゃ早くして歌ってるやつありますからね。どんなでしたっけ？はい。あれはね、よう歌わんわ、私は。でもあれ、打ち込みでやってますからね、あれカラオケで歌ってる人いますけども、はい、所詮あんたのやってることはね、はい、無理と違うやろうかって、あれ打ち込みやからだー、あとどんだけでも文字数打てて歌い込ますことできますけどもね。でもあれにきっちり挑戦してる人いますよ。すごいもんやなと思う。沖縄民謡とかだって情報量なの、歌なんか言われに、アマンゴイの歌ってあったじゃないですか。そうそう、あれも、長い曲の割には言ってることはちょこっとでしたよ。ちょっとのことしか言ってませんね。ものすごいなんかもう 何十分もかけて歌ってる曲だけど、雨乞いの歌、何言ってるのかなと思ったら、この砂浜の砂の粒、だけ、なんか雨が降ればいいとか、雨が降ればいいのにな、それだけでしたよ。で、あ、ちょいちょいや、そう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 、言いたら、なんかずっと言ってるだけやもんな、言ってるだけやもんな、はいはい。それに比べて大平さんはちゃんと喋ってましたよ。はい、はい、ということで、今回も4700文字ということで、情報量としてはどうなんでしょうかね。はい、ハムソーセージさんからも、昨日安倍ちゃんの所信表明演説ありましたが、中身のない演説でしたね。原発は憲法は中国はあれで評価高いということは大丈夫でしょうかね、と。ピンピンダラリンさんも、まあこれ、内容がないというのは、あえて、これはそういうことに、これ別の言葉で言うと、ピンピンダラリンさんも書いてありますが、安全運転。何の安全運転かと言いますと、半年後の参院選を目指しましての安全運転、うん、ここでいろんなこと言ってると意見が政治では分かれるから当然のことですけど、共通のとこだけ、国を強くしましょう、経済を強くしましょうと、平和の国を作りましょうとね、みんなが安心できる国をと、というのはそういうことは誰も反対せえへんわけですよね、はい、それはやっぱ参議院選まではそういうスタンスでいかんとあかんのと違うかというようなね。はい、まあ、今回は一つ安全運転のこの所信表明演説であったという人もおります。